さあ11月9日ということで、まあね、アメリカの大統領選が今湧いておりますけれどもね、スクールオブロックのね、トランプ氏といえば校長先生ですからね。どういうこと？やっぱトップですから。トップという意味ですよ、もちろん。スクールオブロックのトランプ。これトランプなの？いや、そうですよ。トップですから。これからなられるわけでしょ、トランプ。でもトップです。今、現トップはだから校長ですから、スクールオブロックのトップってこと。俺、あんなグラマラスな嫁いねえから、だって俺。そんな。そんな嫁に僕注目してなかったけど。いやいや、そういうことになりますよ、だって。あんな髪型しなきゃいけないわけよ。顔真っ赤にして、やっぱり演説をしていただいてね。マジかよ。今日もその勢いで、お願いしますよ。ほぼ知識なかったな、これは。そりゃそうでしょうよ。そりゃそうってなんだよ。そういう人でしょ、僕。知っといてよ、それぐらいの。いやいや、もちろん。何が起きたとか、海の向こうで何が起きてるかとか。なんとなくは分かってますけど、僕は、細かくは分からない。どういう人なんですか、トランプさん。結構スキャンダルが多いね。授業に行こう授業に行こう、すぐ行こう。職業体験。兵庫県13歳男の子、ラジオネーム、ボス。ボス。掲示板登録しました。僕の住んでいる地域では中学2年生で職業体験があります。うん、僕は、今日その職業体験で、キッス FM 神戸に行くことができました。お、そこでラジオ局の方に書き込みができると楽しい、うんうん、と言われて登録しました。これからよろしくお願いしますと。お、キッス FM 神戸、これだから神戸の、兵庫か。はいはい。の FM 局でスクールブロックもちろん流れていて、うん、そこにだから実際行ったってことでしょ、これ。そういうことですね。前にだってしかもキッス FM 神戸のさ、ラジオネーム、あれ、ラブナットかな。ラブナットね。はいはいはい、はい。女の子でもうすでに、もう番組を持っていて。そうなんだ、すごいよ。全然そのラジオとかで喋ったことないけれども、うん、なんかそういう人をこうパーソナリティにしたいみたいな、あれあえて若い子をね、用意してってことですよね。局の方針で実際喋ってたりとかするキッス FM、うん、こうだからスクローブロックもだからずっとね、お世話になってるわけだから、うん、ありがとうございます。行ってきたのボスね。はい。でもこれどうなんですか、ラジオの現場で職業体験ってどんなことやるんですかね。うん、ああ、俺らもやったことないからね。もう体験はないですもんね。ボスはだって今日行ってんでしょ、これ。そうです、そうです。もしもし、え、もしもし。校長の富山です。おお、京都らしさです。兵庫県13歳、ラジオネーム、ボスです。おい、ボス。ボス。こんばんは。こんばんは。こんばんは。13歳ってことは今、中学何年？ 2 年です。あ、中2校には、フリーダーム！フリーダーム！ナイスフリーダーム！ナイスフリーダーム！出た富山の生徒、ありがとう。水曜日だけ必ず来るんだ。ボスはいつぐらいからまずスクローブロックは聞いてくれてんの？小学校6年生の時から聞いてます。じゃあもう2年3年ぐらい聞いてくれてんだ。はい。どう、スクールオブロックってボスにとって。もう楽しい、めっちゃいい場所です。あー、嬉しいね。それは嬉しい、ありがとう。うん。で、今日そのキッス FM 神戸行ってきたんだ。はい。これはさ、そのどう、ま、なんでまず行きたかったわけ、ここには。いや、僕はもう毎晩スクールオブロックを聞いていて、うん、うんうんうん、でそれで楽しい番組なんで、うん、一回どんな感じなんかなっていうのを見てみたくて行きました。うんうん、そう、友達とかと行ったの。はい。何をさ、まずそこでさ行って、こういろいろ教わったりとかしたわけ。とまず最初に番組見学をして、うんうん、と番組途中のリクエスト曲の入れ方だったりとか、うん、機材の説明だったりとかを聞いて、うんうん、で一番最後に少しだけなんですが、うん、番組に出演させていただきました。おかしい、話がおかしい。違う違う、職業体験でこれ言ってるわけじゃん。そこまで体験させてくれるの、はい、でもいいのか、体験だから。まあまあそうですけどね。え、番組で喋ったってことしたら。はい。何を喋ったの、それは。ボスは、まあ、うん、MC の方から、うん、トライアルウィークって、まあ、言うんですけど、職業体験が、うん、トライアルウィークね。はい、はい、うん、それで、うん、まあ、こういう人たちが来てるんですけどっていう紹介をもらって、うん、うん、まあ、どういう気持ちかっていうのを質問されて、それに答えていったりとかしました。え、それはさ、ボスその場で喋るってことは事前には聞かされてたの？いや、聞いてないです。ちょっと、どうだったの、その時。すごいな。緊張した？もうガッチガチです。そうだよな。まさかだもんな。急に引っ張り出されてな。ちゃんと喋ることできたの？一応できてるんじゃないかなと思います。マジか。え、友達も一緒に出たってことじゃん。いや、友達は機械関係が好きで、うん、ラジオ局の方に行ってるんで、うん、ディレクターっていうんですかね、あ、やってます。タックがあって、そこで CD なんか操作したり音量調節したりみたいなことを勉強してたんだ。はい。これボス今ラジコとかのアプリ持ってる？持ってます。
あのタイムフリーでそれ自分の声聞くことできるからね、これね。そうだよ、そうだよ、なん3時間のうちなら何回でも自分のコメント遡って聞くことできるからめっちゃ自分大好きじゃんどうだった今日そこ見学してみて。いやもう思ってた以上にめちゃめちゃ楽しくて、うん、すごい一生の思い出になります。マジで？はい。やっぱじゃあ将来なんかそういうラジオ関係の仕事をやりたいなとか思ってたりするの？そうですね、今までは具体的にあんまり決まってなかったんですけど、うん、今日のがきっかけでちょっとはやってみたいかなっていう気持ちも出ました。マジで？うわ、しかも今回これ連続でね、はい、スクローブロックにも出てますからね、うん、確かにそうだねすごいですよ。そうだね、今日という日は。いやなんかやっぱラジオも俺毎日やらせてもらっててさ、うん、まあラジオじゃなくてもそうだけど、どんな仕事でもそうだと思うけど、やっぱその仕事がこう好きな人がやるっていうのが俺は一番本当いいと思ってて、やっぱ好きっていう気持ちが俺は何よりも強いと思うし、だから今ボスがその、まあ、スクローブロックのことも好きでいてくれてるでしょ。はい。でラジオのことも好きでいてくれてるんであれば、俺はもう本当にそういう人に未来を託したいなって思うし、聞いてる方も単純に気持ちいいと思うしさ、この人本当に好きで喋ってんだなとかっていうのは、うん、はい、だからなんか今その気持ちをさ、今日生まれたものいっぱいあるじゃん、はい、もっともっとね大きくして大事にして、なんかこれから生きてってほしいしさ、はい、だからいつかまあねライバルになるかもしんないから、まあそうですね、うん、その時は俺全力でお前の足引っ張りに行くから、ね、いやいや、なんちゅうこと言うんだなんちゅうこと言うんですか。俺の座がそのなんでその毎回自分が狙われると思うの。トランプは失脚させられないからそのスクローブロックのトランプ失脚するとこ見たくな いやそれ見たくないですけどそういう戦い方やめてほしい。もうちょっと平和的に言ってほしいな。うん、いやよかったね、でもね今日行けてね、うん、はい、いつかどっかで会おうね。そうだね、はい、うん、じゃあ一緒に挨拶しよっか。おお、はい、よろしくお願いします。よし、スクローブロック本日も開講です。起立。はい、立って。ボス今ちなみにどこ？家？家です。大声出せる？はい、大丈夫です。そうだね、もう関係ないから出しとこう今日は。行こう。レーサーキッペー。ボス、これからもよろしく。スクールオブロック。聞けば聞くほど素敵な曲だなと思うし、はい、でも聞けば聞くほど来年の2月がこう迫ってきているということで、どうしても悲しい気持ちにもそれはなってしまうのはまあ仕方のないことかなと思うんだけども、はい、我々スクールオブロックの3週目ガールズ担当してくれている乃木坂46橋本奈々美ちゃんの、はい、卒業発表があってもう3週間ぐらい、うん、ここにも生放送教室にも緊急ライクをしてくれて発表してくれたんだけども、はい、ついにまあ最初で最後っていいのかな、これはね、ななみちゃんがセンターを務めるこの曲が今日リリースになって、はい、もうすでに手に入れてる生徒たくさんいて、掲示板にもたくさんあって、うん、まあいろんな本当ニュースもめちゃめちゃでかくなってるし、ね、ってことはやっぱ自分の手を離れてるわけだから、なんかねいろんなこと言う人もいるけれども、なんかそんな時こそ、うん、俺たちチーム乃木おたが2月までしっかり支えて、前を見ることが大事だと思うから、曲を聴くたびにそういうことを改めて思っております。乃木坂46さよならの意味以上。スクールオブロックブルボンがお送りします。未来の鍵を握るレディオスクールオブロック、校長の富山です。ロックのスペルは LOCK、 京都の下です。さあ今夜の生放送教室は久しぶりにこのゲスト講師が登場、ドラゴンアッシュ先生。お久しぶりよ、今日来てくれるのが、はい、そうですね、まあ、ずっともう俺もここ開校して、来てからもずっとお世話になっているし、はい、それから京都先生去年か、あれ、はい、そうですね、ね、KJ 先生のプライベートスタジオ、そうなんです、潜入して、そうなんです、そこでまあね、KJ 先生の音楽のきっかけだとか、うん、どうやって音楽作ってらっしゃるとか、うん、いろんな話聞かせてもらいました、ね、はい、で今日はまあ KJ 先生、ボーツ先生、淳先生、来ていただいて、うん、本日発売の2年10ヶ月ぶりなんだこれね。そうなるんですね。ニューシングル光の街を手にして来校してくれます。さあそんなドラゴンアッシュ先生とお送りする今夜の授業は、不安を抱えている君へ。我が校の教室である学校掲示板、はい、周りも今日もそうだし昨日もそうだし、毎日のようにまあ友達のこととか、うん、それから将来のこととかで、まあいろんなことでこう不安を抱えている生徒、はい、まあいないわけないからね、不安がないやつなんでね。しかも今受験でね、センター試験なんかも近づいておりますんでね。そうだね、
静岡県16歳女の子、ラジオネームゆりのり。ゆりのり、将来について、うん、私の周りの友達は将来何をやりたいかが明確に決まっている子がほとんどです、うん、そんな中私は将来どの道に進むかすら決まっていなくて、うん、正直焦りを感じています。アンケートとかでも将来についての項目は白紙になってしまいます、うん、最近はそれが不安で一つの悩みでもあります。過去泣きと。結構なんかでも俺それは聞いてなんか稀な場所かなとかも思うけどね、はいはいはい、しっかりみんな決まってるっていうのは。僕も高校の時周り全然決まってなかったりもしましたし、うん、逆にそれによって自分が不安になって俺早めに決めとかなきゃなとか思ったり、うん、そういう不満はありましたけどね。だから決めなきゃいけないことはないわけだからゆりのり別に ね、なんかそこでこう焦ると視野も狭くなっちゃうし、そう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 、なんか別にそこはね周りは周りだから、うん、そんなにこう気にしなくてもいいかなとか思ったりする。だからやりたいことを見つけるために大学に行くっていう選択肢もあると思うしね。そうそうそう、はい、スクローブロックの学校掲示板は今ラジオを聞いてるお前の教室です。夢とか将来とか友達関係の不安とかどんな些細なことでもいいから、お前の抱えている不安学校掲示板に今日も書き込んでほしい。今日はもうドラゴン足先生が来てくれるし、うん、ずっとねこのスクールオブロック、そして生徒のみんなに対してその光をね、はい、こう照らし続けて与え続けてくれてるドラゴン足先生だから直接話聞いてもらおう、うんうん、もしですね掲示板に書き込みづらいっていう生徒がいましたら校長教頭へのメールというとこから送ってきてください。待ってみよう。君からのメッセージ待っております、うん、もちろんですねドラゴン足先生のニューシングル光の街の感想も待っております。学校掲示板メールすべてはスクールオブロックのウェブサイトから。アドレスは PC 携帯ともに www.tfm.co.jp/ロック www.tfm.co.jp/ロック。ロックのスペルは LOCK。 ファックスは東京03-3221-1800、東京03-3221-1800。 School of Rock、 未来の鍵を握るレイディオスクールオブロックと申します。東京ヘムから全国38局へ向けて授業中、スクールブロック、いよいよ今週末の日曜日の11月13日、東京渋谷スタヤオーウェストで開催する台湾ライブ「ベンサムと未確認」、現在チケット絶賛発売中。校長の富山です。ロックのスペルは LOCK。 出演はロックシーンの未来の鍵を握るアーティスト3組、 MC は私とアリス向井出ちゃん。夕方5時オープンの5時半スタート。チケット代は1969円に別途ドリンク代がかかります。京都の明日です。さあということで今夜の生放送教室にはドラゴン足先生。拍手、私が来た。こんなこう低いところからの拍手なかなかないですよね。この祭りみたいでしたよ。お久しぶり。お久しぶりですよね、はい、改めましてじゃあお二人とお声をいただいてもどうでしょうか、はいはい、KJ です、よろしくお願いします。当年とって28歳、 DJ ボスです。28歳、ボス先生、はい、アツシです、よろしくお願いします。お願いします。めっちゃ久しぶりっすよね。多分そうですね。どれぐらいマッシュが前に出した以来でしょうね、はい、おそらくね。だから結構、うん、僕その時いないですからね、まだね、うん、はい、教頭先生がこれ就任されても2年、そうだよね、俺らここ来た時向こうのブースで怒られてた。その話はやめてください。僕がガチ凹みしてて、ちょっと詳しく教えてもらっていいですか。スクールオブロックじゃないとこで怒られてた。ちょっとねラジオのドラゴンのようなものに乗ってた時期ラジオのドラゴンのようなものに乗ってた時期がありまして、その時にちょっとですねあのきつく怒られました。それを刑事先生が目撃されたんです。そう、俺らこの部屋に、その真ん中の部屋に入っていったら、あっちのブースでうなだれてるから。いや本当にマジであの絵見てマジで下向いてパッと顔上げたら、うん、厚先生がすごい笑顔で見てて、うん、あんな顔するんだなお前っていう。そうか、お二人だって割とあれですよ、進行終わりなんですもんね、厚先生と。僕そうですね、先生の終わった後飲み会みたいのでね、はいはい、そうですね、よく一緒にご飯とかを一緒に食べて、はい、マジですか、はい、どんな感じですか、そういう場での教頭先生は。教頭先生ですか、はい、よくなんか絵描いてますよね。違うですよ、違うですよ、ざっくりした説明の。よく絵を描いて、違うですよ、よなよな、あの厚志先生がとりあえずこの壁、アドちゃんかって厚志先生が突然壁に絵を描けって言い出すんですよ。お店のってことですか。いやいやいや、そんなそんなお店なんて言ってないですよね。いやこれ言ってんなこれ。でそういうことが行われていて、その場でなんか描いたりとかっていうことが起きたり、よく、よくしますね、ね、よく踊れって言われるその場で踊ったりとか。いやいや、そんなこと言わないですよ。え、何を言うんですか。芸人さんになんか面白いことやってみたいなことを言うぐらい失礼なこと踊れなんて言うわけない。よく考えてみてください、言わないですよ。
なんだこの訓練。みんなして黙って見るって本当にやめてもらっていいですか。本当によくない、よくないことをしている。いや、あと前回あのね、はい、教頭先生が KJ 先生にね、はい、お話聞きに行ってるわけじゃん。そうですそうです、ね、スタジオの方に遊びに行かせていただきました、はい、ありがとうございました。いえいえ、こちらこそ。うん、さあ、そしてドラゴンアッシュ先生は本日11月9日にニューシングル光の街リリースになりました。やった、おめでとうございます。おめでとうございます。これ2年10ヶ月ぶりなんすね。うん、ドラゴンアッシュ先生としては2年10ヶ月ってやっぱ長い。そう、どうなんだろうね、うん、まあ、でもなんかキャリアが長くなってくると、はい、リリースそんなコンスタントにしなくなるよね。アーティストの皆さん結構そういうもん。うんうん、来年でドラゴンアッシュ先生20周年、デビュー20周年、今結成20年過ぎたぐらいですね。はい、はい、まず20周年が本当にめでたいことですよ。はい、めでたい、ありがとうございます、ありがとうございます。で、まあ、2年10ヶ月ぶりにこのシングルですけれども、あのこれ生徒のみんなとも一緒にあの発音やさせてもらったりとかして、はい、ありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございます。イントロでもうすでになんか光がものすごいキラキラしてて、朝かなとか思って、僕は日がこう昇ってく、うん、光が差し込むような光をまずそこで感じて、うん、でそして曲聴いてるうちにもうずっともう歌われてる通り、希望しかないし、うん、で、みんな幸せになってほしいっていう願いもたくさん込められているし、うん、で、終盤でテンポバーって速くなるとかあるじゃないですか。あそことかはもうようやくみんな準備整って、うん、自分たちの見える希望だったりとか、そこに向けてこう、ちょっと前傾姿勢で、駆け足になって向かっていくぞみたいな、ことも感じることをできた本当に素敵な曲、でした。うん、すごい、ありがとう。そんな超スクールオブロックっぽい。あのね、これね、スクールオブロックなんですよ。真似してる番組じゃないですよ。模倣してる番組じゃない。違うんです、これずっとやってんの。どういうあれですか、この今回思い出ドラゴンス先生、この光の街という曲は。まあまあ、その被災地だったり、はい、そのツアーだったりとか、はい、いろんな日々の中、はい、やっぱりこう、はい、喜ぶっていう行為、うんうん、まあ人間誰にもに許された権利じゃん、はい、それをこう指針に念頭に置いておくからこそ、こう不条理なことを咀嚼できたりとか、うまくいかないことをこう一歩こうグッとこらえたりとかできるんだろうなっていう、その喜ぶっていう行為を望まないと、いろんなことが嫌になっちゃうし、はい、うん、まあ、逆だよ、逆に喜ぶっていう声があれば、はい、いろんなことが嫌じゃなくなるっていう、うん、まあ、分かりやすく言うとだけど、当たり前のことなんだけど、はい、まあ、改めて思って、そのなんかきっかけとかあったんですか、うん、そういうふうに改めて思う。うん、あった。そのまあ子供たちのことを見てだけど、うん、うん、でも大丈夫、この話は長くなっちゃうし、はい、エモいから大丈夫。でもそれもちょっと聞きたかったり。いや、もうここ1週間2万回ぐらい言ってるから。そうだよね、だってずっとプロモーションなんだもん。そうそうそう、それは大丈夫。昨日だってずっと朝から晩まで。そう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 、明日さすがにでもプロモーションないんじゃないですか。明日あります。どこですか。名古屋です。大変だこれ。ちょっと事務所の皆さん、ちょっと休み与えてもらっていいですか。そうしましょう。でもそのきっかけとかを言うと、はい、みんなのものっぽくなくなるから、あ、よくないんだよ、あんまそういう話は。確かに、まあそれを聞いたことによって、うん、なんかすごいこう不特定多数のものじゃなくなっちゃうから、うんうん、ああ、なるほど、うん、そうか、言われた KJ先生の言われた言葉がもう頭に入ってしまって、その絵しか出なくなることは、そうよくないからね。そうか、うん、だからちゃんとなんかできることなら、そういうまっさらな状態で聞いて受け止めて、なんか歌詞もすごいシンプルな言葉だから、はい、うん、それを聞いた感じでいいと思う、その人が取る感じで。本日発売、ドラゴンアッシュニューシングル光の街ね。僕いつもドラゴンアッシュ先生のライブよく見させていただくんですけど、なんか僕、うん、ライブそのものが詰まってるような感じがちょっとしてて、うんうん、ドラゴンアッシュのライブってもちろん激しいんですけど、なんかね、もちろん皆さんの演奏を見ててもそうなんですけど、なんかこんなこと言ってすごい恥ずかしいけど、愛みたいなものがすごい感じられて、なんかこの曲ももちろん激しい部分もあるけど、なんか根底にはなんかみんなに対しての愛情をすごいなんか感じました。うん、まあ、そのミクスチャーロックっていうもの自体が、基本的に例えばパンクロックとかだったら、はいはい、そのレベルミュージックだから反体制っていうかさ、うん、そのマイノリティ参加みたいな部分もあるし、はい、こうグランジだったらメタルとかあんなお化粧してボンテージ履いてかっこ悪いみたいな、うん、そういうとこから
寝るシャツのくったくたので、ロックできるっていうのからグランジできたりとかって、うんはい、結構その、アンチ、アンチでどん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 カルチャーが発生していくんだけど、うんうん、ミクチャーロックってやっぱ、ラップかっこいいなとか、はいうん、パンクかっこいいなとか、うんうん、メタルかっこいいなみたいな、うんうん、じゃあこれ混ぜてもっとかっこいいもの作ろうよみたいな、うん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 、そういうこう、皇帝の文化からできてるから、はいはいはい、意外とこう、包容力はあんだよね。うんうん、多分。うん、意識はしてないけど、はい、でもなんかそういうものだなって、こう、前ミクスチャーバンドでみんなで喋ったことがあるから、やっぱそうなのかな。さあ、ドラゴンス先生をお迎えして送る今夜の授業は、不安を抱えている君へ。まあ、このね、たくさん不安を抱えている生徒が、まあ、います、うん。ドラゴンス先生もあれですか、やっぱり不安ってものは、つきまとうもんすか、アジ先生。不安ね。はい。不安と悩みは違うんですか、不安悩み。まあでも悩みがあるから、その明日に対して不安があるってことだから、うん、まあ僕は繋がってたりするもんかなと思いますが、はい。いやね、滑舌がいかんせん悪くて。え、どういうタイミングでその弊害出るんですか。いや、何すーげえいっぱい出るよ。うん、全然感じたことないですけど。僕も感じたことないです、あんまり。いや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 、滑舌悪いですよ。その今まで本当にこれひどかったなみたいなところあったりするんですか。いやもうみんなこう滑舌悪いの分かってるから、はい、聞こえてなくても聞こえてるふりしてくるし、はい、一番寂しいやつじゃん。気使ってくれてるの分かるって一番辛い。だってこの前メンバーの LINE 上でその文面でもう滑舌悪い、はい、どういうことですか。どういう現象が起きてるもうかけてないんだ。そうやって覚えてるんだ。滑舌悪い。それがじゃあ淳先生に今ありました。みんなに気遣わせて悪いな。なんだけれども、もしもし。もしもし。校長の富山です。京都の芦田です。そして私が来た、ドラゴン足先生です。ドラゴン足です。名前教えて。うん、長崎県14歳シナモモカです。シナモモカ。シナモモカ。はい。14歳ってことは中学何年。中学3年生です。受験かい。はい、受験です。どう今んとこ、うん、調子。まあまあ。こっから頑張る感じ。はい、頑張ります。うん、シナモモカも今ちょっと不安に思ってることがある。はい。どんなこと？学校の選挙管理委員長になっちゃったんですけど。なっちゃった。おほん。で、人前で話すことがこれから増えるんですけど、うん、今まで人前で話すような仕事をしたことがないので、うん、人の目が怖いです。人の目ね。はい。自分が喋ってる時にの瞬、その最中の人の目ってこと？はい。どう思ってんだろうとか、うん、なんか笑われてないかなとか、そういうこと。そういうことです。これどうですか、やっぱ皆さん人前にまあ出られるわけじゃないですか。で、例えばライブとかも、例えば KJ 先生だったら MC があったりとかして、うん、まあ、同じような状況、状況じゃないですか、うん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 、こういうそのシナモモカみたいに思われたことってありますか。でもね、はい、やっぱりその好きなことをやって、うん、はい、それをこう不特定多数の大勢の前に出て、はい、その恥ずかしげもなく演奏するって、うん、ちょっと頭おかしいやつだから、はい、その時点で自意識過剰なわけだよね、うんうん、だから、はい、その同級生の前とかで、はい、そのそれを仕切ったりまとめるって方が全然ハードルは高いと思う、うんうん、へー、うん、俺たちはもうしこたま得意なことを人前でやってるわけだから、はい、そうか、うん、シナモモカもなっちゃったって言ってたからやっぱ、うん、確かに、もう全然こっちの方ができない、むしろなんかそこにこう挑むなんか心得として、なんかこうこういう気持ちで言ったらいいんじゃないとかあったりします。シナモモカちゃんはすごく優しいんだと思うんだよね。優しいから多分すごく人のことが気になると思うんです、はい、うん、聞けこれ。急に怖い。いや、聞いてますよ。アツさんの話聞けよ。OB 来たぞ、OB。リセットしとけ。リセットしとけ。OB 来たよ、今。OB、これだって。OB だって。品物科の中学の OB だよ、これ。知らなかったですよ。なんか校庭でバイクの音すんのよ。みんな外見るなって全然言ってるけど。だからでっけえ話すか。アツさんだ。アツさんマジでっけえから。急に怖いな。大丈夫だ。いい先輩だから。そうそうそう。本当にいい人だから。全然。単純なんですが、優しいから大丈夫だよ。胸張ってやれば多分みんなちゃんとついてくるんじゃないと私は思いますよ。はい。でけー。全然普通のことだった、ね。全然普通のことだったね。はい。
胸張っていいんじゃないかな。あのちょっと悩みがあって言うとそれが伝わっちゃうから、はい、胸張ってその優しさでみんなを包めばいいんじゃないでしょうかと私は思います。はい、うんうん、はい、ありがとうございます。どうだシナモンかパイセンの話聞いて。うん、ちょっと自分でも、うん、大丈夫かなっていう気持ちで発表してたりとかしたので、うんうん、でこれからは堂々と頑張ってみようと思います。うん、そうですね、なんかそういう見方するやつはまあ絶対いるかもしんないけど、うん、まあそれはもう当然としてぐらいのこと考えてたら、そうそうそう、なんか割とそのすっきり堂々といけるかもしんないんじゃない。うん、しシナモモカはシナモモカなの、そこシナモモカなの、そこ行くんですこのタイミングで。うん、一応聞いとこう、シナモモカです。あ、オッケーオッケー、シナモモカ。モモカはねなんだか、なんだか、いやもう仲良くなっていこうかなと。まああのそのじゃあ選挙管理委員の仕事は頑張りたいのかな。はい、頑張りたいです。それが全てだよやっぱり。その、はい、まあ桃花が頑張りたいと思って頑張ってる姿をバカにしてる男とかはそんなのまあしょっぱい男だから、うんうん、そういう頑張ってる人の姿をバカにするやつっていうのはしょうもない人間だから、そういうやつの反応なんて気にしない方がいい。自分が頑張りたければ頑張ればいいんだから。我々も頑張ってやってるけど、まあ我々のことをバカにする人間もいるけど、まあそれ頑張ってる人間をバカにするっていうのはね、そういうのはしょうもない人間なんですよ、うん、そういうのは、うん、だからそういうのは気にしないで行った方がいいと思います。はい、まあね、評価も無料でしたいる。11月にして今年初めていいこと言ったんですよ。嘘でしょ、先生。嘘でしょ、いいこと言ったんじゃないですか、今。そうですかね、はい、いやでもまあ本当そう思うよ、うん、砂桃か、うん、そう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 、はい、だってしかも中学校卒業してもう13年経ってるボツ先輩がここまで来てるの言ってきてるんだから。そうそうそう、当年とって28歳だから、ね、28歳だからこれね。来てくれてんだからそれで自信持っていこう。はい、うん、はい、な、頑張れよ砂桃か。まあでもね、頑張ります。勝手出る自体中学生だったらすごいことだよ、選挙管理委員長なんて、はい、うん、絶対みんなやりたくないもん、うん、そのまたこうああだこうだ言うやつが多分一番こういうのやらないじゃん、うん、うん、でそのやってること自体かなりすごいことだと思うよ。はい、うん、確かにそうっすね、うん、そこちゃんと引き受けてるっていうのがまず一個。じゃあこの中でやったことあるやついる、それなんか委員長みたいな。お、いたー、やっぱ淳さんすげえ。淳さんさすが校長もかよ。校長もかよ。委員長と生徒会長。じゃん。あら、まさか2人が強い握手。固い握手を。私学級委員長やってた。学級委員長やってたんだ。学級委員長。学級委員長。学年委員長なんつうの。まあ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 。学年のだ。生徒会長。生徒会長。生徒会長じゃないの。生徒会長。でも学クラスを仕切ってるみたいなことですか。そう、学年委員長みたいなやってたよ。人望あったんですか、生徒のみんなから。どうですかね、ちゃんと滑舌よく話すね。そこ気になってきますけどね。そうなってくるとね、人前で話しますから。でも初めて聞いたその話、ね、そうですね、うん、ですね、だから気持ちはね分かるような気はしないでもないんですが、でもそれをできると思ったこと、あのできることをあの光栄に思った方がいいんじゃないかなと思います。私はそれをやって勉強になったことも多いですし、あの感謝してます。はい、はい、勇気出して、うん、飛び込んでみ、うん、そうね、はい、桃花ならできるよ。先輩、気になっちゃう、タメ口が気になっちゃうんだよ。ありがとう、しな桃花。ありがとうね。はい、ありがとうございます。今日だからこうやってあの OB の皆さんがマジで来てくれてるから、毎回 OB になってくださる。そうだよ、全生徒が OB になってくれるなってくれるとか、今 OB だから。あ、そうか、この時点でね。ただマジで下手打つと本当にカツアゲされることやべえ。気をつけろ、命がけだ、みんな靴下に隠しとけ、金は。ジャンプしたらならないように、ね、生徒が全部バレるから、チャリンチャリンならないように気をつけろ。それ淳さんが初めて渋谷行った時なんですよ。新宿だったよ。新宿か、新宿か、そんなこともあったんだ。本当にあんのか。14歳の時にあの初めて新宿行くんで、はい、ブーツの中にお金を隠して。無事でした、無事でした、無事でした、はい、俺中3の時やられてんですよ。うわ、全財産3,000円。へえ、かなりの額じゃないですか。まあ俺があの事前にあの不良漫画読んでて、直前まで「ろくでなしブルース」って、うん、それですごいいい気になってて、うん、ガン飛ばしまくってて、それでてめえ何ガンって校長ちっちゃい、いや俺つけてないっすよ俺、ね、それで3,000円6ブルで勘違いしちゃうパターンあるよね。あるね、タイソンだと思っていた。そうそうそう。